つ目のキーワードに行きたいと思います。じゃん、世界に通用する北海道のためにということで、今こういうことも出てまいりました。先ほどちらっと伺ったところでは、本当に北海道の自然、生態系のことも、含めてですね、随分その三井物産さんでは森も持ってるんだよっていうお話がありました。そうなんですね、道内にね、そうなんです、道内に、日本全国 日本全国ですか。4万4千ヘクタールあるんですけど、はい、そのうち3万6千ヘクタールが北海道でして、沼田町であるとか、はい、ビラ取りであるとか、庭園であるとかですね、はい、こういうところ、あと他にも、浦幌とか、うん、絵なんですけど、はい、あちらの方にもこう森があって3万6千ヘクタールあるんですけど、40% ぐらいが人工林で、残りは天然林なんですけども、はい、人工林やっぱり手入れていかなきゃいけないんで、道路をちゃんと作って、で間伐をちゃんとしやすいようにして、で維持をしていく、まあ、50年100年かかんないとやっぱり木大きくならないん で、はい、ゆっくりゆっくり自然を守っていくっていうところが一つありますね、もうちょっと紐解いちゃうとね、はい、その都市があって自然があって、すごくこれついだと思ったんですけど、はい、今や自然というのもさっき言ったように人工林で手を入れないとやっぱり元に戻らない森っていうのはあって、やはりそこはしっかり人間がやっぱり自然に関与しながら、自然というものを守っていく、育んでいく、でまたどんどんこう続くような自然になったらいいなっていうところ、そこをちょっと私も考えが北海道に来て深まって、自然をこう自然のまま豊かにしておくのって結構人の手もお金もかかるもんなんですよね。そうなんですよ。そのまま投げとけば育つってもんでもないんですよね。そこがね、大事だな、ただちゃんと手を入れれば自然っていうのはやっぱりしっかりしてて戻ってくるし、でまたその自然の恵みをね、例えば北海道って言ったら農業だし、それから水産業ですけど、やっぱりこれって森とセットで、水とセットでやはり水産業も成り立つし、やっぱりそういうことにずっとこれから手を入れていくっていうのは大事だろうなと思いますし、これをですね踏まえて、三菱さんあまり観光っていうのは得意じゃないんですけども、観光事業そのものをね、我々がやってるってことはないんですけども、例えばこういうところからこう精神性の高い何かこう、例えばアイヌの方がビラ取りだとですね、もう非常にこうおもてなしの心でね、自然をこう見れる、ね、気持ちとかね、っで、はい、あっちでアイヌの皆さんとも、我々のシャユリンがまさにその二部谷のところにありまして、でそのいろいろ昔アイヌの方々がこう語っておられたいろんなものがこの我々 そのシャユリンの中にあったりして、非常にこう密接にやはり森と、それからそういう昔ながらの生活、それから未来に向けてのそういうものを感じるところかなと思いまして、そこを大事にしていくと結局やはり世界で世界の人が癒される北海道、いうふうになるんじゃないかななんてちょっと思います。世界の人が癒される北海道、癒しのために北海道に来る、もちろんスキーだとかね、ゴルフもいいんですけども、今度は精神的にこう、自然と本当にこう親しんで、であとずっとやはりその自然を大事に生きてきたアイヌの方々の生き方をまた勉強して、でその北海道精神を高めるっていうんですかね、なんかそういうことっていうのがね、ものすごく世界の中で差別化できるバリューじゃないかなというふうに思いますね。イランカラプテっていうアイヌの、アイヌの言葉、挨拶の、挨拶の言葉を聞いて僕はとってもいいなと思ってて、ご存知かな、ハワイのアローハみたいな、そうなんですよね、言葉でね、普通にイランカプテって、こんにちはってことで、あなたの心にそっと触れさせてくださいっていうね、これって深いし、とても素敵なご挨拶で使える言葉なんですよね。ですから、この都市とすぐ、10分も20分も行けばすぐ、自然の中にいる行ける、そういう中でこの人と人とのこう接点をこういうふうに持ってる愛の人のこの気持ちってとってもいいなと思って、これがなんかハワイでアロハっていうようにね、北海道でイランカラプテってみんなで言えるようになると、もう空港降りたらみんながね、そういうふうに出迎えるぐらいの、そうですね、それでちょっと皆さんね、タクシーの方もこう英語が少しできるようになると、国際都市、国際、地域っていうふうになるんじゃないかな、それを踏まえてさっき言った FEW のね、
企業もどんどん誘致して、はい、そうですね、これ関連の企業ですね、あのフードトックもありますし、はい、いろんな企業を海外からもねこう誘致してですね、あの外貨を稼げるような北海道で、うん、かつ精神性高く、はい、癒しを世界の人を癒せる北海道になったらいいなぁなんて思ってます。都市とそれから自然田舎っていうのがこれだけの広さの中にある地域って世界にそんなにないですから、はい、もう今後ですね黙ってても世界中の観光客は来ると思いますし、はい、うん、その人たちをしっかりおもてなしできる、多分道民ってどんどん数ね、はい、人口減っていく、だけどその何倍も何十倍も、はい、もう世界中の人をこうもてなす、受け入れられる、はいはい、そういう地域になっていって、で世界中の人を癒す、うん、自覚というか、そうですね、覚悟というか、まあ、そういう覚悟じゃないですかね、やっぱり北海道ってそういうね、うん、もう世界のためにあるんじゃないかなぐらいまでちょっと最近思ってますけど、うんうん、まあ、その中で札幌っていうのはね、はい、もうコア中のコアですから、はい、ここで今度いろんな文化を高めたり、はい、うん、でこういう生活してるとですね、多分そこから100億を超える地球に対する新たなね、文明の発祥地にもなるんじゃないかなって、今ちょっとちょっと大げさですけども、なんかそんな気持ちぐらいまでちょっと思ってましてね、だからその中のできることを少しずつ、はい、まあ、会社としてはやるし個人としてもいろいろやっていきたいなって思ってますけど、はい、そんなあの商社の方にね、この不景気の北海道の中にあってですよ、ちょっとこう元気の出るようなお話をあとあのこれからあのもっと頑張っていけるヒントをですね、今日はいただけて嬉しいなというふうに思いながらお話を伺いました。今日のゲストは三井物産株式会社北海道支社長の角田道彦さんでした。ありがとうございました。はい、どうもありがとうございました。